山桜は藤沢周平の短編小説。また、これを原作とする2008年公開の日本映画。2008年5月31日に全国公開された。藤沢の出身地である山形県では4月より先行上映が開始された。宇那坂藩の下級武士の娘、野江は前の夫に病気で先立たれ、磯村昭左衛門と再婚していた。 おばの墓参りの帰りに、磯村との縁談がある以前に、縁談の申し込みがあった、剣術の名手、手塚や一郎と偶然出会う。山桜が満開の頃であった。野江が手塚からの縁談を断ったのは、剣術の名手は怖い人、という先入観を持っていたからであった。しかし、実際に話をしてみると、手塚は、野江が思っていたのとはまるで正反対の心の、 優しい男であると分かり、その時から、野江は、手塚のことを意識するようになった。今回の日夜は幸せではない。その頃、協作が続き藩の財政が危うい時に乗じて、重心、諏訪平衛門は私服を肥やしていた。磯村は、この諏訪に取り入って儲ける三段であった。藩内の不満や、百姓の申し立ても諏訪は握りつぶし、これを知った手塚は、常中で、 諏訪を襲い殺傷する。お咎めは、しかし、長期の投獄に留まる。野江は、磯村と離縁し、殿が江戸から帰り、関心を打った手塚が許される日を祈りながら、手塚の母、静と共に待ち続けるのであった。山桜が満開の頃である。ありがとうございます。